黒沢さん、こんなとこにいる時点で多分才能もないんですよ。僕の脚本が優雅に監督オーケーですか。これが黒沢さんの書いた本ならどうすれば終わるのか分かるのは黒沢さんだけです。考えがある。安い本したな。おい、これしか思いつかなかったんで。蹴ったりそういうの苦手だから。ああ、これアップしてみる。